おはようございます。おはようございます。おはようございます。いや今日も15時がやってまいりましたけども、はい、あれあれ、またちょっとまた来ちゃいましたね、これね。どちら様ですか？副編集長の水永3代目です。ちょっと待って、あれよろしくお願いします。あれ、副編集長の水永3代目さんですね。ですね。いや今日もよろしくお願いします。本当にまた取られたんだけど、もうやだ。だってちょっとさ、今度はみーこがちゃんとやりなよって、なんかもう一回ちゃんとね、ちゃんと挨拶。次は邪魔しないから。オッケー。なんだっけ、副編集長の水永さんですよ。よし、いいでしょ。もういいよ。はい、何ですか今日のアプリ。いや今日お腹いっぱいになるまで遊んでってくださいね。はい。はい、期待してます。本日遊んでいただくアプリはこちら、墨染めです。墨染めっていう呼び方でいいかな。うん、でも書いてある。ああ、大丈夫よね。はい、こちらライトフライヤースタジオ、情熱都市を配信している会社ですね。ですね。はい、こちら金魚を泳がせて和を感じる水墨の世界。なんか前も似たようなのやりませんでした？なんかやったね。やった気がする。こんな覚えてねえもん。でも違うやつ、海外のやつだった。あ、そっかそっか。はい、こちらどうぞやってってください。やっていきながら説明してください。始めます。金魚なんかね、ちょっと何ゲームって聞かれちゃうと、どういうこと？なんか何ゲームなのかよくわかんないんですよね。パズルっぽいんですけど、これ1ステージですか？1ですね。ジャンプ成功、全く意味がわからない。こういうこと？ゴール、ジャンプ。え、何したんですか？なんかクリック慌ててタップした。ジャンプした。達成。これはこうか。金魚の色を濃くする。うん、これね、なかなか難しいんですよ。どこ行ったんですか？逃げちゃいましたよ。え？だからくるくる回ってる時にタップすると金魚がその円から飛び出すんですけど、ジャンプするんですけど、これ右の方に行かなきゃいけないんですよ。ちょっとタップ連続でしすぎて右の円に行かなきゃいけないんですよ。要はそこがゴールなんですよ。だから方向が間違ってますよね。ああ、なるほど。一応そのね、円の下、そういうことね。え、この何薄くなる？あ、この矢印見てるのはヒントになってるんだ、もともと。なるほどね。ここに来た時にタップすれば、なるほど、行くっていう。そう。え、このなんか線は何なんですか？こので、この線は色が変わるっていうのかな。金魚の色が、そう、赤と黒の墨線に触れて金魚の色をゴールの色と同じ揃えるの。なるほど。なるほど。だから今金魚薄いじゃん。で、上のさ、4色あるじゃん。あ、跳ね返り機能あんのこれ。あ、これまた戻ってきたよ。4色あるでしょ、上に4色ある。あれで、ゴールの色は今右なのよ、一番右なんだけど、金魚の色は右から2番目の色、点滅してる。で、今、黒い方通ったら薄くなっちゃったでしょ。赤い方通って濃くなるでしょ。だから赤い方を通ってゴールと同じ色にしてゴールしなきゃいけない。ちょっと頭の弱いミーコには無理かな。出た。今でも水永三代目さんはね、合ってる？名前なんかいつも水永さんって言ってるから、はい、できてないですよ水永さん。ほらね、ほら、おっと黙ってる。でも今合ってましたよ。合ってたでしょ。今合ってました。これこっち行っちゃうと薄くなっちゃうってことだよね。上通過しちゃうと薄くなっちゃう。ほら。でもそれリーグアウトです。ちょっと待って、本気でやるから。濃くなったでしょ。あれ、でも最初からそんな難しいかな。で、薄くなったでしょ。で、これでこれどうしたらゴールになる？分かった。こっち戻ってこう行けばいいと思うんだよな。ちょっとコンサートは勘弁してください。こっち行って右のやつ丸いのに戻るでしょ。そしたら同じほら、で上行けばいいじゃないですか。お、分かってましたけど。あれ、ほら、あ、オッケー。これゴールです。言った通りでしょ。俺が言った通り。ごめんなさい、の副編集長ミーコが言ったと思う。そうだよ、そうだよ。ちょっとやってみて。ちょっとね、まあ、これ一番難しいとこいきましょう。またそうやって。大丈夫、もうミーコはできるから。え、これもともともう全部出てるの？ステージが。こちら一応、いや、全部出てた？選べた今。いや、今、選べたのは。何番押した？ 7。だからどんどんアンロックしていかなきゃいけないですね。一応ステージは全30ステージ。これ何？どういうこと？もう真っ赤じゃん。え、まだか。いやでもいけんじゃない？いけるか。ゴールと同じ色だから同じ色だからそこで赤い丸がついてるのがゴールと同じ色。はい。上の赤い丸がゴールと同じ色。点滅してるのが金魚の色。え、これ薄くしろってこと？これ薄くしていかなきゃいけないです、ね。待ってね、これ分かったよ。これね。もう一回濃くして。こっち戻り。薄くして。え、これどうやってんの？はいはいはい。あれ？でもそれ濃くなっちゃうよね。ダメだ。はい、残念。そんな感じなの？じゃあミーコを小バカにしていくスタイルですよ。あ、分かっちゃったよ。あ、分かんないよ。どうなんだろう。さあ皆さん考えてます。すごい考えてます、水永さん。あー、これちょっと待って、全然分からん。これあれまたどうするんでしょう。いきなり難しいステージやっちゃったからとかなんか。いや、ね、最初ね、これ上行きたい、上行きたい、上行きたいね。最初ここ行きたいの、ここで下行き、あ、でも意味ないや。こうでしょ。もう一回薄くなれば。薄くなる。あ、違う違う。薄くなる。薄くなる。薄くなる。薄くなって。濃くなって。あ、正解だこれ。なるほどね。正解だこれ。ほら、できたー。え、待って。時間制限ないからいいよね。あ、そうですね。じっくり遊べる。ちょっとすげえ平和の音楽流れてる。癒しですよ、癒し。ちょっと待って、上行きたいね。結構むずいねこれ。難しい、難しいですね。しかもさっきまでは通過したら消えてたのに残ってますもんね。消えないもんね。あ、消えるか。おおお、どうや。適当にやったやつ。違うよ。最速最短でいったんだよ。これこうやって。おお、いきなり飛ぶね。飛びすぎた。これ。真ん中経由するのかな。はい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 。今いいよ。一番濃い色がゴールだもんね、こいつ。そうですね。濃い色だから、そこから行けばいいんじゃない。グイーンと。あ、違う今勝手にあれでも消えた。真ん中のやつ勝手に消えちゃったの。今の本当に何も時計回りしかしないですからね、これ。ちょっとこれじゃ真ん中のやつは1回しか触れないのかな。ぽいですね。じゃあちょっとここで1回薄くなっとけばいいんじゃない。いやだって赤いのがないんだもん。色じゃなってねえのか。でもそれもういけたり。そこだと無理だよ。だって時計回りだから。そっちにくっついちゃったら反時計回りになっちゃうでしょ。反時計回りはあれ、なんで今戻ってきたの。分かんない。嫌だって。行けたくないってなってる。花みたいに当たると戻ってくるから。あ、消えちゃう。あ、いいんだよ消えて。分かったもん。これでね消えて、この間よね、いけ。あ、ちょっといけ。あ、なるほど。いけないのかな。これ一回真ん中通っていけそうな感じあるよ。ありますよね。ちょっとこれね、もうね、ちょっとね、早くしてほしい。そうね。ちょっと早送り的な。早送り欲しいな。最初からになっちゃうからね。まあ結構ギリギリをつかないとダメだね。ギリギリいけるか。いけたじゃん。あ、でもこれ逆時計じゃん。ああ、逆だ。これちょっといいんじゃない。ちょっと若干押したい気持ちになってきた。ちょっと群れのね、心情的には押したい気持ちになる。一緒にやるのもちょっと楽しいかもね。そうですね。今もう何も考えずに通過してるでしょ。いや、本当に今考えてますよ。でもちょっとね、タイミングがね、もうちょっと右だったな。薄くなりすぎてる。ちょっとやらして。ちょっとお願いします。やりたい、うずうずしちゃって。見てるのがじれたくなってくる。ここからね。戻る。これ今8ステージ目ぐらい。8かな。そうだよね。もうえ？わあ、すごい。すげえ色になった。何これ？そんなのもあるの？何色？まあ何色かはちょっと表現しづらいですけどね。難しい色だ。なんかすごい色になった。白。おされ。あ、とうとうここがなくなっちゃった。あ、違うの。もう一個？あ、写真変えてみます。もう一個濃くしないといけないですね。こうでしょ。そこはもうないよ。スタートです。気づいた時にはなかった。いかにそれだ。あ、間違った。入れない。まあね、からもそんぐらいの角度なら大丈夫。そのぐらいの入射角なら許される。この感じの。それで一体上行って濃くしてじゃないですか。最大限。過ぎたな。あ、濃すぎた。戻ってきたよ。泳ぎながら。お。ただいま。あ、これでいいんじゃないか。ワンチャンじゃん、ワンチャン。でも全部一手でいけると思うんだよな、なんか迷わずにやれば。でもこれ思ったんですけど、はい、あ、これ上行ったらクリアじゃないですか。本当だ。これあれですね、スタミナっていう概念がないですね。おっしゃった。スタミナという概念はありません。副編集長、今日も面白いアプリでしたね。そうだね。棒読み？棒読み？目黒さんも大抵、うん、そうねそうねって感じですね。はい、結構考えるのにいっぱいいっぱいになっちゃったね。いっぱいいっぱいになっちゃった。考えるのにいっぱいいっぱいになっちゃった。なんか全然コメントが出てこなかった。これどうやったらいけんだろうな。確かにずっと考えちゃうな。黙々とできるタイプのそうですねゲームではあるかなと思うね。はい、これおいくら前なんですか？こちらですね、なんと100万円になります。高く。違う、100円でしょ。まさか2人がこんなリアクションするとは思いませんでした。びっくりですよ、私も。100円か。100円じゃないです。え、無料です。なんでなんで100円で遊んだの？100万円ね。あ、100万円とびっくりしちゃった。はい、こちら価格は無料となっております。墨染めです。墨染めライトフライヤースタジオ。すげえ和がいいよね。和がいい。和がいい。和がいい。達筆だしね。和になって踊ろうですね。なるほど。踊りはしない。ちょっと困っちゃうね。三代目なのには踊りはしない。踊りはしない。踊りはしないです。なるほど。はい。というわけで、アンドロイド版はちょっと残念ながらあります。あるのね。ありますよ。すいませんね。さっきからこうなんかややこしくて。アンドロイド版はございます。iOS 版もございます。あります。無料でダウンロードできますので、はい、皆さんぜひ動画の説明欄からダウンロードして遊んでみてください。全30ステージです。はい、はい、というわけで、じゃあファミ通アップのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。 PC で見ている方は右下の登録ボタンから、そう、あそこね。スマホで見ている方は下ね、下の動画の説明欄から、そう、概要欄ね、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、お願いします。それではミーコのあっち向いてホイ行います。やっちゃいましょうぜ。行っちゃいます。なんだっけ、そういうネタありません？ドゥルルルルルル、そうドゥルルルルルル。これは上行ったら見れるんじゃないですかね。ちょっと待って、ピスタチオさんのね、ちょっとさあ行きましょうか。ちょっと今日はね、ボタンはボタン邪魔か。今日はですね、まあほら言ったじゃん、こっちは見ないから。こっちは視聴者の皆さんは3択ということですね。そう、ここら辺だから。しかもさっきのヒントもあるんで、もしかしたら、うわー、ちょっと。さあ行きましょう。みーこのあっち向いてほい。いきますよ、せーの、あっち向いておい。おら、どう、大きく動いてる。上でいいですか？上でいい。上です。ほら、上、ほら、ほらね。はい、もうね、すごい目で見られてるから早くしましょう。上の人勝ちです。おめでとうございます。おめでとう。それではまた明日も15時に会いましょう。さようなら。バイバーイ。